ねぎを作っていきます。まずお鍋に少しの野菜の水分と甘みを引き出すための少しのお塩を振っていきます。お鍋の底辺にお塩がパラパラと雪のように降る感じです。でお塩を振っていただいてから、今日はきのこ、玉ねぎ、人参を使って重ね煮をしていきます。まず一番下にきのこを重ねていきます。今日はえのきさんを使っていきますが、えのきはこの下の部分が美味しいんです。なので切ってこの辺から切って捨ててしまうともったいないので、栄養的にももったいないので、ちょっと少しですねギリギリめに落としていきます。ちょっと長くて食べるときに料理もしにくくなってしまうといけないので、そのままでもいいですが3分割か2分割くらいに切っていきます。そして一番下に切っていきます。で下の部分は少しパラパラさせながら切っていくとほどけていきます。キノコはどのキノコでも大丈夫です。しめじにすると中華っぽくなるし、エリンギにすると洋風っぽくなるので、キノコはお好みの料理に合わせて作ってみてください。ちょっと整えます。整いますね。整えてよしよしして平らに少ししておきます。なんか重ねに作るときはいつもジャムおじさんみたいな美味しく気分になって、美味しくなれ美味しくなれっていう風につぶやいてやってます。お尻の部分から包丁を入れていきます。そうすることでまっすぐ切れます。お尻、芯の部分が硬いので包丁がぶれない、ぶれにくいんですね。こっちからだとちょっとこう柔らかいのでぶれやすかったりするので、芯の方から入れていきます。で2つに割っていきます。で切った面をぺったりくっつけて、今度は頭とお尻に分けていきます。で今度は切った面をピタッとつけてまな板につけていきます。で今度は玉ねぎの回し切りといって、この繊維通りに切っていきたいと思います。繊維通りに切っていくので涙が出ません。スーッと包丁を入れて、でまっすぐですね。まな板に対して玉ねぎと包丁はまっすぐです。なのでこうだと切りづらいので、少し自分が右利きでしたら右に包丁を持っているので、右足を少し引いて、まあ、斜め45度、なんかちょっとかっこいいポーズにしていただいて、スーッと包丁を入れていきます。そして繊維通りに切っていくので、少し玉ねぎを回しながら、これを回し切りと言っていきます。自分がこうやって回らないように気をつけてください。切っていきます。少しですね難しいので倒していただいても構いません。切っていきます。大体これくらいの幅ですね。で切ったら入れる、切ったら鍋に直接入れるので、お皿もですね、お皿に一旦入れてここに入れなくていいので洗い物も減りますね。で今日は切ったものをちょっとあらかじめ、すいません、切ったものを入れていきます。この割合ですね、きのこと玉ねぎとこの人参の割合も決まりはないので、その時きのこが多めでもいいし玉ねぎが多めでもいいし、自由にしてもらって大丈夫です。ただお鍋に対してどんなお鍋でも大丈夫なんですが、お鍋に対して6割以上ですね、具野菜をお野菜を入れていただけると焦げにくくなるのでいいと思います。で人参はですね、ここが一番栄養があるところです。なのでここをですね、
切り落としてしまうともったいないのでギリギリで切り落とします。そうするとちょっとここにね黒いのが残ってたりするんですけど、ここはちょっとお箸で人参くるくるお掃除法といいます。こうやって少し取っておくと丁寧でいいと思います。これくらいの人参長さがあるので3分割今日はしていきますが、長さによって2分割でも2つでもどっちでも大丈夫です。切っていきます。切りましたら今から繊維に沿って縦に切っていきますが、このまんまだとグラグラしちゃうので少し切り落としてグラグラならないようにしていきます。そして薄切り、包丁は長いので玉ねぎの回し切りの時も同じですけど、しっかりこの包丁を生かして、包丁もですね生かして、道具を生かして切っていくと体も疲れないんですね。なのでしっかりこの柄の部分、ここの葉の部分を全体使って切っていきます。でこのままこうやって切ってしまうと繊維も潰してしまうので、スーッと滑らすように包丁を生かしながら切っていきます。今度は細切りにしていきます。人参の方が硬いので玉ねぎよりかは細く切っていくと火の通りにバランスが出てくると思います。鍋の下と鍋の上にお塩を重ねていきます。塩分のお塩ではなくて野菜の甘み、水分を引き出すためのお塩です。をパラ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 と振っていきます。下のお塩より上のお塩が野菜がこうなっているのも若干多くなるかなと思います。振ってもらったら一番弱火のよりかはちょっと強いぐらいの弱火です。 IH の方だと10だったら2ぐらいになります。でこのまんま、そうするとどんどん水分が出て見えてるんですけど、でこのまんまお火にかけておくと OK です。できたものを使ってお菓子作りやいろんなおかずを作っていきたいと思います。